歴代の都督をはじめとした将らの働きで孫悟は劉備を退けた。この勝利は結果として孫悟が慶州を制する形をもたらす。だがこれでもはや定律による天下三分は保ち得ない。孫権と都督らは協議の末、天下二分への移行を決定する。かつて周瑜が唱えた曹魏と孫悟による天下二分からの決戦、その実現に向け孫悟はまず劉備を討つべく主軍を西へ進める。しかし曹魏がこれに対し手をこまねいているはずもない。曹操から義を継いだ曹丕はすぐさま慶州の奪取を決断。総力をもって益州攻略で手薄となった高陵へと軍を進めた。曹魏の大軍に対し貨幣をもって構える朱然、陸遜、関寧。孫悟の明日は俊英たちの治癒に託された。みてえだな。なるほど、ここで慶州をつくとは。曹丕、さすが曹操から義を継いだ人ですね。おい、一人で感心するな。五軍の主力は益州に行ってる。この貨幣で守りきるのは厳しいぞ。益州攻めの部隊と建業に伝令を出しました。あとは援軍が来るまで耐えるだけです。お前結構余裕だな。けど何を隠そう、俺もだ。さすが主膳殿、お分かりですか。当然だ。兵力差と援軍到着までの日数試算してみたが、なんとか持ちこたえられる。俺たちの能力を勘定に入れてだけどな。ええ、ここにいるのは私たち。敵にとって一番の計算外でしょう。
こういう時はビビったら負けだぜ。気合でぶちかませ。カンネイ殿はいつでも気合で済ませますね。へえ、それが俺の流儀ってやつだ。そうですね、今は恐れずに戦うだけです。では行きましょう。援軍到着まで何としても耐え抜きます。まずは本陣付近の敵を掃討してください。こういう戦も燃えるってもんよ。さあ派手に暴れてやるぜ。行くぜ。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。本陣の兵糧はあとわずか。援軍が来るまで持つかどうか。心配していても兵糧は増えないぞ。今は本陣の守備に集中しろ。超高殿に続こうか。さあ、影部隊、出番だ。しかし、すっかりやつらだぜ。影なんざ、絶対やらせるもんかよ。
着できた。みんな待たせたな。兵糧を持ってきたぞ。おお、大成殿。兵糧も無事だぞ。ありがてえ。これで希望が湧いてきた。私も見習わなければ。これで本陣が燃えることはないでしょう。ジョーコボ殿、お待たせした。宗主公、本日は五軍を貫く矛とならん。南東に敵の増援が来たようですね。これで参謀から囲まれてしまいましたか。リクさん、東の羽橋を上げるんだ。それで敵の進軍路は一つ潰れるぞ。知略でするものぞ。そら、おい知るがよい。そら、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 私の知略が破れようと。よっしゃ、敵将、仕留めたぜ。お見事、見せつけてくれますな。おらじゃ、おめえ、これで勝ったと思うなよ。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。実に憎いですね。
さあこの巨人以外の前に美しく散りなさい。お見事です。私も見習わなければ。安全でしょ。よっしゃ、ひとまず落ち着いたな。俺らが海の奴らなんかに混ざり立ったんだ。まだ悪あがきをやめぬか。ならば我らが押し潰すまで。敵はもはや虫の息。とどめを刺す。惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。その首、もらい受ける。いざ、我慢できる。
札だ。受けていただこう。しかない時もある。よっしゃ敵将仕留めたぜ。まさかここまで攻めてくるとは。さすがにここでは敵将にない。チクシュウ、これじゃ突っ込めねえ。奥から回り込むしかねえな。知略でするものぞ。おい知るなよ。
猛将たちの治癒は兵の高を凌駕し、公領より葬儀の兵を駆逐。葬儀は清志したことを悟り交代。葬儀は主政へと転じた。勢いを得る孫悟、ほどなく職を制し、天下二分を果たすは自明。その躍進は新たな天下を照らす行幸のごとくであった。どうしたお前たち。あ、いえ、ただ朝日を見ようと。皆さんは軍議の後殿に呼ばれてな、酔いざましだそれは大変でしたね。太陽は東より昇り、天下を照らす。我ら孫悟を表すかのようだ。太陽は沈みますよ。だが必ず昇る、新たな活力とともに。ところでお前たち、何を話していた。孫悟の未来についていろいろと、うん、な。そうですね、いろいろとです。陸尊、主膳、孫悟の明日を照らす朝日となれ。それが若きお前たちの使命だ。うん、お前たちが描く未来、期待しているぞ。はい、期待していてください。わかりました。孫悟の未来、私たちに任せてください。きっかけは主演での一言であった。酔いを得た孫権が放った何の気なしの問い。孫悟の治癒を代表する歴代の都督、その随一は誰か。当の4人の都督を含め、初めは皆笑って相手をしていた。酔った孫権のことである、明日の朝には忘れていよう。だが家庭や冗談を重ねていくうちに話は白熱。途中からは孫権を置き去りにして激論が繰り広げられた。そして最後には実際に戦ってみればよいという話で決着。孫権を立ち会人とし、4人の都督が治癒を競うこととなった。思いがけない機会に胸を高鳴らせる周瑜、露宿、呂蒙、陸尊、それぞれの矜持をかけ、今男たちが激突する。
両使命の治癒、刮目してみるがいい。すまん、私が悪かった。酒の席の方言だ。誰が最も優れた都督かなど良いではないか。いいえ、殿はいい機会をくださいました。内心思っていたのです。実は私こそ最高の都督だったのではないかと。周遊殿、本音が出ましたな。ですがそれは皆同じこと。我らの実力、そして誰が最高の都督か、刮目してご老じろ。若さの勝利、それは間違いありませんね。リクソン、お前、俺たちをおっさん扱いか。いえ、先達の皆さんから学ばせていただきます。さあ、殿、合図を。ああ、もう好きにせよ。始め。お前たちがこうも互いを意識するとはな。まあこうなった以上、存分にやるがいい。勝負の尊厳、武こそ全てのもといである。まずは将兵らを相手に総合を示すのだ。やるな。殿の前とて気づかりはしませんぞ。いざ、よしめいが治癒、僕と味わわれよ。かつては荒くれであったこの俺だ。悪人を倒すなど朝飯前よ。前なら特に恨みよ。それ以外の暑苦しい男は嫌いなんでね。やるな。攻めよ。発動せよ。徹したぞ。次なる試練は妖術の打破である。孤独たる治癒をもって妖術を退けよ。他の皆を引いても始まらんが、目の前の試練を超えることに前進せねば。
徒徳同士力を競う時よ。先についた者は策を用いることを許す。行きますよ、ヨモウ殿。私の策はこれです。ヒカかと思ったぞ、実は。あなたが得意な策を破ってやるのも勉強となろう。覚悟してください。発目せよ。ちとったり都督たる者、身のこなしも重要である。眼前の道なき道を突破してみせよ。私は最も得意とするところ。いざ勝負だ。勝利のため、ここで最終対決を行ってもらう。中央にある品は先についた者への得点だ。ここまでの道中でもこれは成長しました。いざ御指名の地位を目してご浪しろ。勝利のため戦い抜くのみ。黄金の治癒を上回るか。孫悟の地代、頼もしい限りだ。決勝、勝ち取ったり。この手技法を忘れていませんか。最強の徒徳を競うなら俺も参加します。最高の都督殿だ。いただきの栄誉よりもこの経験こそが宝。御指名、今後ともさらなる研鑽に励みましょう。さすがは孫悟の憔悴、熱き戦いだったぞ。これにて対抗戦を終了とする。孫悟は医療で職軍を散々に打ち破り、劉備を撤退させた。翌年、劉備は諸葛亮に工事を託すと、その生涯を閉じる。諸葛亮は劉備の子劉禅をいただくと、孫悟との協調路線を回復した。これにより天下は再び五色と葬儀での天下二分の様相となる。
先だって帝位の禅譲を受けた宗妃はこの状況を危惧。強大になりつつある呉の力を削ぐべく高陵へと軍を進めた。繁盛での共闘もつかの間、孫悟と宗義の間に緊張が走る。しかし慶州の備えが必要な孫悟は高陵に十分な兵を避けない。以前の合肥での戦とは逆に貨幣で義軍を迎え撃つ孫悟。孫権はこの窮状を打開するため猛将たちを戦場へと向かわせた。帝宝、官寧、両党、周泰、虎の孤高が今高陵に吠える。鈴の観念、出番みてえだな。やれやれ、義も世話しないな。しかし高陵を攻めるとはいやらしいね。ここは孫悟の戦線で最も手薄、つくのは浄土と言えよ。そしてそれを守るのがそれがしらの役目だ。ああ、分かってるよ。しかしこんな砦よく作ったね。周りを張りぼてで囲んだんだって。敵からは一見立派な要塞に見えよ。だが迫られればすぐに虚飾は暴かれる。少しでも時が稼げればいい。その間にそれがしらで葬儀の主力を断つ。了解。そういう戦は嫌いじゃない。さあ、じゃ始めるとしますか。この砦で敵を引きつけていただきたい。それがしはその隙に山道から敵主力を吸収せん。了解。こっちの守備はうまいことやっておくよ。突如現れた巨大な砦だ。怪しい。各軍警戒しつつ進行せよ。おっしゃ、新型に行ってきたぜ。どこからでもかかってきやがれ。なんだもすぐく見れば敵の目を引いてくれている。誰がしも急がねば。そらか。俺がいわゆる修羅場ってやつだ。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、本当にすごすぎる。
様に知らせなければ。ああ、ハリボテがバレてしまった。情報が敵全体に伝わる前に口を封じねば。連盟、南より食軍が接近中。アンラの火星に来てくれたようです。見せつけてくれますな。援軍進め。敵を圧倒し本陣を踏み潰せ。その首もらい受ける。いざ。なんという武勇。よっしゃ、敵将仕留めたぜ。攻め時と一気に駆け抜け。やる。
国の助力あってこそ。いざ共に敵の本陣へと踏み込まん。外貨を剣業へと響かせようぞ。